始めさせていただきたいと思います。今日は雨の中、パトロンとしての寺と芸術家畑団会にお越しいただき大変ありがとうございます。皆さんお待ちかねですので、もう早速前置きを省きましてですね、始めさせていただきたいと思います。まず最初にその4人の登壇者の方のご紹介だけして、あとはバトンをもうこちらの方々にお渡ししたいと思います。まずはですね、皆さんから向かって左側ですが、県に総務総長の坂井田様でございます。坂井田でございます。それから県に理事部長の浅野様でございます。そこから皆さん向かって右側ですが、京都大学総長の山際先生です。それから京都大学教授の土佐先生です。それではですね、もう早速前置き省きまして、山際先生の方が、まあ、全体取り仕切っていただけるということなので、バトンをお渡ししたいと思います。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日は総長が2人もいるというただ私はの京都大学はまだ119年、こちらはもはや1000年に近いという素晴らしい歴史を誇っているところの総長でいらっしゃいますから、とても私は足元にも驚きました。で、今日はパトロン、まあ、芸術家のパトロンとしての、まあ、お寺ということなんですが、私はお寺っていうのは言うならば人々の不安や安心というものをしっかりと握って、それをきちんと形にする、で人々の心を一つにして現代の生き方の幸せに向かってどう生きたらいいのかということを諭していただけるところだと思っています。この建仁寺もずっとそういった歴史をたどってきたんだと思います。その中で芸術というのはとても重要な役割を果たしたのではないかというのは、この私たち、まあ、私は一人の科学者でもあるわけですけれど、人間というのは猿と共通の祖先を持っています。で、私の専門はゴリラの研究なんですけれど、ゴリラと何が一番同じかというと、人間にとって五感を使ってこの世の中を感じているわけですが、一番リアリティのあるものっていうのは視覚を使って感じたことなんですね。で、その次が聴覚を使って感じたこと、あとの嗅覚や味覚や触覚というのは、その視覚や聴覚というものに向かうときに使う手がかりなんですね。リアリティを感じるものとはまず見なくちゃいけません。何か変な匂いがするなと思ったら、その匂いの元を、原因を見に行く。何か変な声が聞こえたなと思ったら、その声の主を見たいと思う。だから見ることが真実なんですね。これは猿も全くそうなんです。だから見えない世界というのは確信が持てない。だけど見えない世界に我々は取り巻かれているわけですよ。で、その元をたどると、人間というのは生物として重力を感じる地上に暮らしている哺乳動物の一つです。でも哺乳動物に進化するまでに、我々は水の中から陸上に上がり、そしてこの世界を手に入れる。この世界の真実は視覚世界の中に限られているわけです。しかし水の中から出てきたら、重力を今とは違う感じで感じていた時代があるし、これは例えば赤ん坊がお腹の中で、羊水の中でまずは暮らし始めるようにですね、水の中というのは実はノスタルジーを感じるような世界なんです。我々はすでに経験している、でももうそれから離れてしまったという感覚です。そしてでも空中にはまだ我々は到達してないんですね。浮遊感覚っていうのは人間にとってまだ奇妙な経験ですから、それになれない。だからそれは憧れなんです。で、そこは不安というものと同時に期待というものがすごく
込められた世界でもあります。だから我々人間が持っている神話というのは必ずどちらかにルーツを持っていると思います。それを宗教の場というものは感じさせてくれる場所なんですね。それを我々は声に出した言葉によって感じることになっています。しかし今申し上げたように声だけでは言葉だけでは感じられない世界がある。しかもそれをみんなで共有するためにはどうしても視覚でそれを共有したいと思う。実は視覚というのは人間のにとって共有の一番大きな武器です。何か匂うよね、うん匂う、でもその匂いの匂い方、その匂いの本質というのを共有することはなかなかできない。でもあれ見えるって言った時にああ見えるっていう、その感覚というのはあなたが見てるものも私が見てるっていう感覚なんですね。これはすごく強い共有感です。そういうものを得るために私は芸術というものはお寺の中で非常に昔から重用されてきたものなんではないかなと思います。芸術が宗教そのものではありません。芸術というのは時としてその思想に反するようなものも描いてしまうことがある。だから危険と裏腹なんですね。でも人間は不安と期待、不安と憧れというものの狭間で生きていますから、どちらかに触れることによって人間は生きている実感というものが出ることができる。それをきちんと現実の世界に着地させてくれるのが多分、まあ、お寺という場所のあり方だろうと思っています。ちょっと言い過ぎかもしれませんが、ちょっと、前置きとして私の考えを述べさせてください。で今日の戸田さんの作品というのはご覧になったらああそうかと思われるかもしれませんが、まさにその水中感覚と空中感覚を両方表現している作品だと思います。いわゆる水中の動きと、そしてこちらに並んでいるですね、飛行機の中から出た雲の動きというのは、言うならばその人間のルーツとそして人間の憧れっていうものを両方感じさせてくれる作品になっているなというふうに思いまして、今日のこの場にとてもふさわしい刺激的な作品なんじゃないかと、少し褒めすぎですが、どうもありがとうございました。それではですね、パトロンとしてのお寺と芸術家というテーマですので、ちょっと歴史的にちょっと振り返ってみたいなと思うんですけれども、このお寺には皆さんご存知の風神大臣田原江宗達が、江戸初期ですか、17世紀ぐらいの初頭ぐらいのに生きていた、職人兼芸術家だと思いますけれども、がおられまして、その風神大臣像を、奉納されているお寺として有名でございます。でこの奉納にまつわる話をですね、ぜひ建仁寺さんの方からですね少しお話をいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。ようこそいただきました。ありがとうございます。昨日一昨日ですか、今総長さん、兄弟の総長さんの方から話がございましたように、前の上の山水という山水画と、水の中の様相ということをおっしゃってました、の作品展ということで、同時に、さっき昨日からでございますけれども10月15日まで開かせてあるという、ご縁に連なりまして、今日はこういった形で、座談会という形で、お座りをさせていただいているんですけども、建仁寺といえばもう皆さんご存じのように、五階祖は要塞禅寺、要塞、英才って学校で皆さん習われたと思うんですけども、どちらやということでいろいろあるんですが、要塞が正しいございます。要塞禅寺ということで、ございまして、岡山の吉備津神社の神官のことをしてお参りになられたんですけれども、小さい頃から非常に宗教に対して関心を持ちでございまして、親も非常に熱心なそういう宗教に対しての気持ちを持ちでございましたので、13歳で比叡山に登られ、
そして、まあ、天台の勉強をされたんですけれども、ちょうど時代的にはまあ、暴徒ですかね、そういう時代にもかかっておりまして、まあ、宗教的に少し乱れがある時代でもございましたので、それとまあ自分自身ももう少し天台教学深く勉強したいということで、まあ、中国の宋の国へ、渡られるということでございます。まあ、ニュースを国宝の念を待たれたということでございまして、まあ、年齢的には28歳の時と、47歳の時2度ニュースをされておられます。まあね、まあ、でしたら中国っていうのは飛行機で荒船ではすぐ行けるんですけども、当時はやっぱり命がけで、海を渡られたということでございまして、いかにその信念が強かったということが分かりしていると思います。そういったことで、まあ、中国1回目はまあ、もちろん先ほど申しました天台の勉強しようということで行かれたんですけども、もう時代は変わっておりまして、中国、南宋禅という、まあ、禅がね起こっておりました。それで、あ、私の、まあ、天台教学を勉強しようと思ったけど事情はだいぶ変わってるということの認識のもとに、変えられてます1年余りで変えられてまして、2度目は、まあ、本当はあのインドの方の、天竺の方に行こうということで出向されたらしいんですけども、残念ながら嵐で、押し戻されたということで、天台山の万年寺というところで、最終的には喜安恵上という和尚さんについて、まあ、禅の勉強をされたということで、まあ、在僧5年ということで、5年間厳しい修行をなされて、それで日本に、禅を伝えられたということで、ございまして、これは皆さん歴史で習われた通りでございます。まあ、その中で、まあ、要塞禅師にちょっと話が飛んでますけども、禅を日本に伝えられたとともに、もう一つ日本に持ってこられた一番大事なのはお茶なんですね。お茶の種を持って帰られて、我々毎日お茶をこうして朝になると美味しいお茶を飲んでます。またお茶を深くやってられる方は茶道という形でね、宅の浄とか千の利休が広めましたが、当時はもちろんあのそういう道としての方向性がいくとは要塞禅師は思っておりませんでした。それでまあもともとはやはりあの座禅修行の妨げになる眠気ですね、それを除くためにお茶が必要だということで日本に持ち帰られたのが最初でございました。それが我々毎日飲んでいるお茶でございまして、非常に体、茶は養生の専薬というね、まあ、喫茶養生記があるんですけども、そこにも書かれているように非常に体にいいということで、ございますけれども、そのお茶を広められたのが要塞禅師であります。まあ、そんなことで建仁寺のちょっとあの簡単な演技でございますけれども話をさせていただきました。それでまあ歴史的にはもう800年以上の歴史を有する京都で一番古い禅宗の寺ということでございます。それでまあこの建仁寺といえば皆さんすぐ頭に思い浮かぶのは、先ほど先生がおっしゃってられましたように宗達の風神雷神図の屏風でございます。この宗達の絵、もともとここにあったんかということなんですけれども、建仁寺派ではありますけれども宇多良の妙光寺というお寺があるんですけれども、まあ、そこがちょうど再興される時に、まあ、宇田金則さんですね、ちょっと名前宇田金則さんという豪商がおられまして、その方が今言うパトロンというのがスポンサーというか、そういうことで、資金をお出しいただいたということで、再興の祝い、再興された祝いとして奉納されたのが最初らしいです。まあ、これも今津光学という和尚さんがあの語られている話でございますので、その真意については、断言はできないんですけれども、そうであろうということでございます。ちょうど妙光寺の63世の和尚さんで、それからまあその和尚さん、が、まあ、禅室寺保という方なんですけれども、建仁寺の348世の住持になられて、建仁寺に来られることになったと。それでまあその時にその風神雷神図の屏風をこの建仁寺で持ってこられたのではないかということでございます。まあ風神雷神図の屏風についてはまあいろんな解説本が出てます。これもいろんな学者先生方がいろいろ書いてありますんでね、私がちょっと説明するべきではないと思います。まあご覧いただいて建仁寺もいつも公開しておりますので、まあご覧いただければいいと思いますけれども、まあ、当時としては非常に、
斬新な絵でございまして、まあ、風神雷神というのは昔からね、自然を守る神ということでよく描かれていたそうでございまして、当然、まあ、宗達もその辺を参考にはしてるんですけども、北野天神演芸は聞いてあるんですけど、それの雷神を参考にモチーフに描いたと言われておりますけれども、まあ、風神はそれをもとに、まあ、似たような格好で描かれているということでございます。しかしそういう風神雷神を輪からはびれんばかりに描かれている、躍動的な風神雷神を描かれているということで、いまだに人気があります。風神雷神図屏風、どこで、出しましてもすごい人です。建仁寺でも今から14、15年前に、建仁寺博物館、もちろんあの博物館にはお預けしてるんですけれども、帰宅してるんですけれども、建仁寺でちょうど里帰りしたんですけれども、 すごい人でした。もう剣を買うだけでも長い列ができたというぐらいに人気になる。今は非常に、ね、若冲が非常に人気ありますけれども、やはりあのなかなかの人気があるのは風神雷神ということでございます。まあ、そういったことで、まあ、妙高寺から本山の方に、来たということでございました。まあ、まあ、パトロンといいますか、その辺にしては最近言った、宇田金則さんという方がそういったことで妙高寺に対して、一定の援助をされたということで県人に来るご縁ができたということで、ございます。あともう少しちょっと詳しくと言いましょう。部長詳しくございますんで、ちょっと話をしてもらいます。すいません、愚痴ばっかりで。ちょっとあの補足をさせていただきますけども、宇多野の妙高寺、今総長がおっしゃっていましたけども、まあ、もともとはあの謀反革新、法堂国師の方が鎌倉時代解散になって開かれたお寺なんですけども、あの日本に味噌醤油を紹介したお坊さんなんです。非常にあの流星を極めたんですけども、御三制度の時は10冊の第8番目に、大徳寺が9番目やったから、大徳寺より素晴らしいお寺やったかもわかりませんけども、まあ、その後だんだん衰微して、江戸の初期に非常に廃れておりました。それをなんとか法堂国師の寺やから復興したいということで、誰に頼もうかいうことになるんですけども、結局あの建仁寺末の皇太子秀吉とねねの五代ですね、そこの五階さんの三光上益という方に、頼むことになりました。実際動いてたのはお弟子さんの再臨和尚ということらしいんですけどね。まあ、この、三光上益の禅のお弟子さんに、木下長生氏がおりました。歌の名手ですね、ねねさんのお意味なんですかね、あれね。まあ、この木下長生氏にも話が行きまして、誰かええ人おらんかないうことなんですけども、ちょうどあの長生氏の歌のお弟子さんに先ほど申しました宇田金のという方がおられました。代々あの糸や十右衛門を継いでる繊維問屋なんですけどもね、すごい豪商で、今日の三条糸屋の娘やつ、あのお店なんです。すごい豪商で金持ちだったんで、この方に、銀型を依頼することになりました。まあ、そしてあの妙高寺を復興していくんですけども、まあ、いざできて、何もこう流物らしきもんがないので、なんか、絵画作品をいうことやったらしいんですけども、で、まあ、あの宗達に依頼したんかよく分かりませんけれども、まあ、宗達はあの青年楽器も没年もこうさっぱり分からん謎の方なんですけども、まあ、一説にはあの西陣の唐織屋にいたいう話もあります。また鮮明に絵を描いて飽きなっていたいう説もあります。で、まあ、今までの通常の説は妙高寺のために描いたんだろういうことで、まあ、西陣に、ね、あの唐織屋をやっておれば俵屋いうようで、
まあ、そこに繊維農家の宇田金鳥が出入りするのはごく当たり前に考えられることで、宗達と面識があったんだろうと。で、まあ、妙高寺に何か作品を置くことでこの金鳥が宗達に依頼したか、もしくは宇田金鳥が一生懸命復興してるんで、宗達がそれを寄進したか、まあ、どちらかだろういう話があったんですけども、ところが最近毎日新聞にちょっと記事が出ておったんですけどもね、その西陣の俵屋宗達とこの風神雷神を書いた宗達は別人だよ、ね、同名異人だよね、そういう説を説いてる先生がおられて、なかなか面白いなということでちょっと拝見しておきたいんですけども、杉の倉領域ってご存知、高瀬川にいた方に、そのお子さんに蘇安いう方がおられまして、それ貿易所で書家でもあるんですけども、ね、この方が宗達と親交があったらしいんです。まあ、貿易所なもんで中国からいろんな書籍も仕入れ取ったらしいんですけども、その一部になんか仏画を書いた本があったらしいんで、それを宗達に貸し出ししとったらしいんです。で、別の方がまたその本を貸してほしいので、蘇安に頼んでくるんですけどね、まあ、宗達とか言ってますもんで、頼んできた人に手紙を書いてるそうなんです。それが残っておるそうなんです。それをね、六原の絵描きって書いてるんです。六原ってもうすぐそこなんですけどね、宗達は、田原宗達はそこによって風神雷神を描いたのはこの宗達と違うかと、当時仏画を描いてる絵描きいうのは宗達ぐらいしかいなかったそうなんです。だからこれを描いた田原や宗達は西陣におった田原や宗達とは別人で、この方を風神雷神の宗達だと。で、北の円陣演技をの雷神をモデルにしたと言われておるんですけども、あれは菅原道真がちょっと心臓がなんか赤いようなちょっとね、不正だよ、しばらく体が弱い、菅原道真の怨霊が雷神と化して来たいうので北の円陣演技には書いてあるんですけど、ね、まあところが、この蘇安いう方は非常に体の弱い方だったらしいんです。で、晩年佐賀の方に暮らしておりまして、亡くなる前50過ぎでハンセン病にかかるんですね。で、まあ財産を全部子供に譲って、自分は小さな家で粗末な生活をしておったらしいんですけど、そのうち亡くなってしまって足立野に葬られるらしいです。で、宗達はこの蘇安の慰霊のためにこの風神雷神を描いたんじゃなかろうかと。それから風神雷神のは普通赤い旗なんです。ところが宗達のは真っ白ですよね。それはやっぱりハンセン病で皮膚が非常に面白かったんちゃうかと言われておりますね。だから風神の方はね、これ宗達自分を描いたそうなんです。非常に仲が良かったもんでね、一緒に並ぶらしいんです、うん、まあ西の方に葬られてきたら、まあ、中国では西の方が城、西の白虎で東の清流、風神はそれから緑で描かれてるんですね。それからこれはあくまで蘇安を供養のするために書いたんじゃなかろうかいう説がありますね。ちょっともう一つこんなところで言う、まあ、新聞に載ってたから言えるんでしょうけどね、宗達が鶴の絵を描いて、そこに本阿弥光悦が和歌書いてますけど、ね、あれ国宝になってますけども、和歌書いたんはこの蘇安だいうたるんですよ。これほんまやったら日本中大騒ぎになってしまいますけどもね、蘇安の筆跡とそっくりらしいです。
まあ、そういうことであれば、金の鳥が素晴らしい作品だということで、宗達の絵を購入していた。それで妙高に収めたのかなと思いますね。まあ、その後、宇田金の鳥は風流人でお茶会催したり、歌会を催したり、まあ、長唱詩も読んでやってたんでしょうけど、ね、それと同時に、いろんな文人、仏閣が集まってきて、文化サロンみたいに発達していっております。まあ、近くには、仁和寺の隣なんでね、妙高寺のは、西隣なんです。それから、野々村仁清がそこら辺におって、作陶をやってて、妙高寺にも来て、妙高寺に今、お墓が残っております。で、西の方には、尾形乾山が釜を持ってまして、乾山もなんか、この妙高寺に寄ってたそうです。まあ、茶会でもすれば、お道具もいるから、いろんな焼き物を焼いてたのかもわかりません。まあ、それと同時にもうちょっと後になると尾形光琳が乾山窯に絵付けをしに来ておりまして、その帰りに妙高寺によって風神雷神を模写したとこういうふうに言われております。それから文人仏閣、芸術家、そんなものが非常にたくさん集まってきて文化サロンを形成していくわけなんですけども、それからお寺いうのは文化の発祥地であると同時に、芸術家たちがこうその才能を発揮する場所でもあったんです、ね。まあ、この県議会でも解放優勝の例が今50名残っておりますけども、まあ、お寺いうのはそういう芸術家たちのキャンバスなんかも分かりませんけどそれと同時に建築もそうですよね。建築、いろんな柄を建てる建築技術、それも継承していく。まあ、お寺やから仏像も作られるなら、仏像を昇魂するためにはお寿司もいるし、いろんなお飾りもいりますよね。水不足があったり、金庫があったり、漆があったり、まあ、そういった技術も発揮する絶好の場所ではであったんだろうと思いますね。また伽藍があれば前に庭も作らないし、作庭の技術もここで、庭師たちが発揮している。そういう芸術家あるいはそういった職人たちの技の見せ所がこのお寺として、古い時代から今の時代もこうやってやってきてるんじゃないかな、まあ、そんなふうな気がしますね。はい、どうもありがとう。すいません、長くなりました。いや、めったに聞けないお話で大変、興味深く聞かせていただきました。私も今ですね、奉納させていただいて、この作品はどうなっていくんだろうかとちょっと頭の中でいろいろ巡っておりましたけれども、ちょっと遅ればせながら作品を展示しております土佐と申しますが、少し作品の説明もちょっと入れながら話をさせていただければと思います。まずですね、皆さんの方から向かったら、右手になるんですか。右手の方になります。その十二軸の雲の上の算数ですけれども、この絵はですね、筆を一切使っておりません。まあ、今の技術で算数を作りました。で、私私がこうアートをする作る信念としてですね、仏像だとかこうああいう、エジプトのピラミッドに見られるように作られた時っていうのは最先端技術でそれは作られたと思うんですよね。ですからその時代のやっぱり先端技術でアートを作っていくっていうことが重要なんじゃないかということで工学もコンピューターサイエンスも勉強したんですが、それでもうこういう雲の写真をですね、飛行機の中から見える雲の写真だけをですね取り出して、いつも撮ってたんですけれども、まあ、非常にこうスランプの時が、4年ぐらい前ありまして、打破しなきゃいけない思ってて、でまあちょっとした鬱だったんですけれども、何か行動しなきゃということで、
まあ、いつも飛行機に乗った時にはこう窓から写真を撮ることと、毎週お寺に行って写真を撮ることをやってたんですね。でそれで、たくさんの写真がたまったので、でその前からこう禅にはかなり傾倒してまして、去年に来る前に MIT に行ったんですが、そこの時には禅コンピューターというですね、禅問答をするコンピューターのシステムを作りましてですねそういうあれもありましたので、山水が作れるんじゃないかということで、いろいろ試行錯誤して2012年に作ったものでございます。このような形でですね、4年後ですね、あの掛け軸にしていただいて、あ本当にあのまた全然違う形で、見えてですね、非常に印象深い作品ができました。ですからこう非常にこの、まあ、山水というのはですね、ご存知の方もおられると思いますが、桃源郷でございます。この世にない場所なわけですね。で昔から憧れの場所、そこに行ってみたい、一種の今でいうレジャーランドだったわけですね。でそこに行ってみたいということで憧れる場所で、であのそれをあのその絵をかけて、そこを見ることによって心がそちらに行くわけです、ね、で憧れの場所、そこで遊んでみたい場所、そこに住んでみたい場所、最後はそこで死にたい場所、そういう場所なんですよ、ね、ですからそういうものをですね、まあ、どう描けばいいかってことを結構あの、考えました。であともう一つ私の考えるところなんですけれども、一番こうクリエイティブになるときっていうのは欠如してるときだと思うんですよね。だからこう非常にこう何かがないときとか、何かが欲しいときとか、こうなんか何か行き詰まってるっていうときは実はクリエイティブなときなんだなと思います。欠如してるのでそれを打破しようってしてるわけなんですよね。だからこう意外とですね、こうそういうあのエネルギーがない鬱のときに作った作品がですね、これでもかこれでもかってやっぱり自分がもがいている姿だったので、そこにエネルギーが出て、あの意外とこうエネルギーがある作品になったのかなと思っております。でももう一つこのお寺、あの何ですかね、ここの廊下を歩いてきたところに、まあ、木が浮いている写真があるかと思いますが、これはその、建仁寺の館長があの非常に大事にしておられた、あの土地の木、花芽餅、花芽餅の木ですね、だったんです。でそれもですね、もう本当にもう30度ぐらいの角度でこう伸びてですね、根からもうほぼ地面につきそうな感じで、もちろんあのついたてみたいなのはあったんですけれども、それもだから非常にスランプの4年ぐらい前に、写真を撮りまして作品にさせていただいたんですが、そういう木は聞くところによると風雪200年耐えた木だったそうです。昨年度の雪で、この世から去ったそういうことですね。でということで、もう残念ながらそこのお庭にもうないんですけど、そこのお庭にあった木なんですよね。でまあそれにですね、その30度ぐらい傾いて200年風雪に耐えた木、まあ 人間でいうと老人ですよね。そういう老木にものすごいですね、エネルギーを感じました。まあ、やっぱり命という言いますかね、そういうものを感じまして、作らせていただきました。でこのお庭がですね、まあ、私が説明するのもなんですが、あとこちら側に、あるのが、あの静と動を表しているらしくて、こちら側が動の世界、動きのある世界、で向こう側が静の世界、動きのない世界。でたまたまだったんですけども、私がつけたタイトルは静寂とつけたんですね。でそれとやっぱりあのもうびっくりしました。イメージが一緒だったというか、相通じるものがあったんだなと思いまして、まあそういう動きのないです。でもものすごいエネルギーを感じるんですが、まあそういうものをですね、やはり描きたいと思います。あの私はやっぱりアーティストなので、まああのこういうふうに説明もしますけれども、やはりこう言葉にならないことですね、表現したいと思っているんですね。で言葉にならないこと、まあ、言葉こうやって喋ってますけれども、喋ってる
ことと、やっぱり描いてることっていうのはものすごく差があって、やっぱその差はですね、作品で見てもらって見たいと思っています。それから、あの右側の方なんですけども、これは山際先生から水の世界、液体言われましたけど、液体を使ってみます。一番最初の、あの床の間にはですね、皆さんをお迎えするための、床の間で、しつらいとさせていただきまして、従来あそこにはですね、あの建仁寺 のお坊さんが書かれた、掛け軸があったんですけども、それを外させていただいて、作品をあの、映像でですね、ところが飾らせていただいてますけれども、これはですね、ドライアイスが書いたドライアイスペインティングって言ってもいいようなですね、ドライアイスが描く、ものをですね、作り出しました。一種 の現象なんですけれども、アート的に作り出した現象 でこれはあのゲル状の液体、平たく言えばあのゼリーが固まる前と同じなんです、の液体の中に、だいたい55度ぐらいの液体の中に、まずドライアイスを入れます。そうするとドライアイスだいたいマイナス25度ぐらいなので、温度差があるので膜ができるんですね。被膜ができて、ああいうあのものがすごく反射する形になります。でその動きが、この白いものは金、あのドライアイスが作り出す気泡なんですが、それがどう動くかによって、こういうあの動きが生まれてくるんです。でこの動きは裸眼では見えない動きで、実はハイスピードカメラで毎秒2000個まで撮ってます。ですからだいたいこの現実の時間を100倍ぐらい伸ばして見えてくる。でもここにある世界なんですよね。コンピューターグラフィックスではないし、こうコンピューターグラフィックスで表せる流れの可視化の世界でもない。でもここにあるもので、その美を発見したので、そういうものをですね、ちょっと作品に、しました。ジェネシスという、起源とか生成とか、そういう意味合いのものでございます。で、手前に、あと手前にですね、8キロぐらいの重い本があるんですけれども、作品集として、キャノンのドリームラボを使うの反則で作った仕事なんですけれども、Looking for Japan っていう、そうですね、日本を探してというですね、本でございまして、これはですね、山際総長に前書きを書いていただきまして、国立国会図書館にも納本するんですけれども、日本、もちろん日本はあるんですけれども、今までなかった日本とか、今まで気がつかなかった日本というものをちょっとテーマに、作った本でございます。であとその、こういったものをですね、ここで、展示をさせていただいて、皆さんにちょっとお伝えしたかったなと思うのは、私たちアーティストっていうのはどっちかというと、こうギャラリーとか美術館とか、そういったところで展示をして、成功するっていうのは、一種の、成功というかステータスとしては、美術館のコレクションになるっていうことをですね、目指す人が多いんですけれども、でもそれだけではなくて、もう少しこの京都という特別な場所でですね、このお寺との関係でもって、お寺が一つの今天人さんが喋られたような芸術のサロンになるようなですね、一つの動きっていうのはやはり今でもあって、でそれを私たちの世代のものがですね、継続して、それをもっと進めて、こういう IT とかですね、私の仕事もそのアート&テクノロジー、アート&サイエンスと呼ばれるような技術でもって表現している世界ですけれども、そういうものがこう新しく入ってくることによって、また一つの時代がですね、時代というか文化がですね、生まれてくればいいなと思っております。その辺、山際先生の提唱されるフォートアカデミアとつながっていくと思うんですが、どうでしょう。どうもありがとうございました。先ほど総長や総務長のお話を伺っていると、お寺さんというのは、文化人のサロンとして昔から、やってきたんだと、パトロンというよりもサロンなんだっていうことをおっしゃってました。これはダイエット似てるんですけれど、
お寺のトラクワと言われるように教育の場でもあったんですね。現在でもあのお坊さんたちがあの、まあ、いろいろ学んでいらっしゃるところだと思います。大学もそうなんですね。でこれからの大学経営のあり方を考えるとサロン的なもの、まあ、要するに自然科学や人文科学だけを学び教える研究する場ではなくてやはりそのいろんな京都という場所を生かした伝統芸術に携わる方々がサロン的なことを考えながらやってきてくださる場所でもあってほしいと私は思っていまして、まあ、ですからその大学は京都全体にあると、それを京都アカデミアコースと呼んでいますけども、まあ、少しお寺さんに学ばせていただきたいなと思うことがあります。先ほど戸田さんはまあ、芸術家のパトロンあるいは芸術家が芸術を奉納するというようなことを、まあ、お寺とのやり取りの場所であるということを意識されて発言されましたけれども、むしろ場所を提供してこうそのまあいろんな文化を醸成する場所だと、例えば建築家を育てる、これはあのまずはお寺 の, あのいろんなさまざまな衣装を作るために建築家の方々があの知恵を絞ったんだと思いますけれども、それがまたお寺以外の場所にも発展するわけですね。絵画でも陶芸でも、まあ、彫刻でもいろんなその意味合いがあったと思うんですが、それは どういうあの考えに基づいてそもそもそういった文化サロンができたのか、お寺というのはどういう場所だったのかちょっとお聞きできればと思います。いや、いろんな経緯があるんですけど、基本的にはあの芸術家たちが精神性を求めて問答にやってくるいうのが基本にあったようです。まあ、これ近くには花町に控えてまして、昔は芸者さんとか舞妓さんまでが、修行道場の老師と問答されておって、そんな時代もあります。基本的には精神性を求めてやってきて、そこで自分、精神の安らぎを得て出来上がった作品をお寺に奉納する。間もなく土佐先生も毎月の座禅会に来られることだろうと期待しております。承知いたしました。私だけでなんか生徒も来るように、もちろんお約束いたします。西洋のキリスト教の教会もですね、まあ、芸術家が揃って建築や絵画を作っていたんですけれども、私が印象ではですね、教会とやっぱり圧倒的に絵画っていうのは神様というかイエス・キリストとマリアっていうんですよね。そういった絵が描かれていて、でイエス・キリストが降誕され、そして復活されるっていう、そういうストーリーに沿った図がものすごくメインでたくさん描かれているんですけれども、もちろん日本のお寺さんでは仏画といわれるものが大変多くありますけれども、それ以外にも先ほどおっしゃられた陶器とかですね、いろいろ生活に関わるようなもの、あるいはその工芸に関わるものですね、そういうものが日本、特に京都では多かったように思います。そういう、まあ、精神性というのがやっぱり西洋のキリスト教を中心とした精神性とちょっと違うのかなという気がするんですが、その辺はどうお考えでしょうか。禅宗のは面白いんで、他の宗教というのは宗祖神というのがあるんですね。最澄信仰であったり弘法さんの信仰であったり親鸞であって法然であったり、そういう信仰があるんですけども、禅宗のお寺というのは釈迦しかないんです。それから、ね、いろんな芸術家あるいは建築家いろいろ寄ってくるのはその時代その時代の十字の徳を慕って寄ってくる方が多いです。それからその時代の十字が尊敬に値する十字でなければならないのが基本にある。
その、まあ、中みたいなもんで供養を受ける資格を持ってる、それから尊敬に値しない分さんには誰もそういったものを奉納しない、その時代その時代の素晴らしい従事に奉納するいう、まあ、それと歴史というものもありますけども、まあ、基本的には素晴らしい従事がおるというのがそこにあると思います。先ほどもちょっと職場言ってましたように、やはりその当時その時その時のお坊さんの資質といいますかね、もちろんそれが一番大事。あとはまあ先生も最近はよく禅に関心を持ってございますけれども、その辺の参禅といいまして、まあ、その辺を目的でお寺にまず近づかれたということで、それであとまたその芸術の精神性をさらに高めようということでおいでになったケースが多いですね。はい、お寺のお坊さんとですね、例えば昔の、まあ、兄弟の先生が一緒になって何かやったねとか、そういうのは特にないですか？私たちがよく聞くのはお寺とは関係ないんですけど、まあね、まあ、いろいろな例はありますけれども、なんかそういう例もありましたか？その、まあ、別に京大の先生じゃなくてもいいんですけれども、そういう京都の大学の先生とかと一緒にこうお寺のお坊さんが何かした例とか、こうそういう文化的なスタッフとか。それは龍谷大学とかね、お寺の大学を作ってるところがありますし、まあ、探検隊を出したりね、公開探検隊とかね、そういうのがあって、まあ、文化財を探索したり、それを保護したり、その歴史を調べたりということは、ずいぶん盛んにやってこられたと思います。まあ、そうですよね。で、さっき総長や総務長が、精神性ということをおっしゃられて、これはとても芸術につながるところだと思うし、実は大学もまさに思想精神性ということをまあ、教えている先生方がたくさんいらっしゃるわけですね。で、まあ、私も全く正確なんですが、禅宗の根本的な考えは空というふうにお聞きしまして、質素になることというのが一番美しい人間の生き方であると。まさに私の学問的な経験から言うと、その人間が動物と一番区別されるところというのは、人間は所有というものを始めてからですね、大きな喜びとともに大きな苦しみも背負ってしまったと思います。だから狩猟採集から農耕へという大きな転換が人間の、まあ、生き方というのをすごくドラスティックに変えたんだろうと思うんですね。で、その所有というのは際限がないわけです。物を持つとどんどん物を持ちたくなる。で、まあ、現代の科学技術も資本主義という思想もやはりその所有というものを個人の欲求というのを満たす方向へとずっと流れてきました。それはおそらく1万2000年前に農耕が始まって以来の人間の生き方そのものなんです。それをひっくり返して、むしろ所有というものを否定して何も持たないこと、むしろ持つことを避けることということを人間の美と考えたというのは非常に逆説的な発想で、でもだからこそ所有とは違う考え、想像力というものが生まれる。それがおそらく救いということにつながるんだろうと思うんですね。救いって言っちゃうと宗教色が強いんですけど、むしろ安心とか安寧とかそういうものにつながると思うんです。つまり所有というものを断念することによって、実は人間は他の動物で他の生き物と同じ地平に立てる。他の動物や他の植物たちというのは物を持っていませんから、物を持たなくなることによって他の生命とつながりができる。だから人間という領域を超えて生命のつながりというのを実感できる。で、それを端的にやっているのは芸術だと思います。
芸術っていうのは、まあ、所有という概念に似合わないものなんですね。もちろんいろんな形があるものが作れます。でその形にものすごい値段がついたりするわけですよ。しかし面白いことに、そのものについてはその値段の本質的な理由というのは見当たらない。他のものは機能とかですね、いろんな理由がつけられて値段がつきます。でも芸術性というものには、あるいは美というものには値段がつく、その理由が、価値に理由がつかないというものがあります。でそこがおそらく、まあ禅だけではないんでしょうけれども、宗教の持っているいわゆる所有を排したところにある考え方にすごくつながっているような気がするんですが、ちょっと正確で大変生意気なことを申し上げましたけど、どう思いますか。いや、私どもの修行の生活というのは、いらんものは徐々に全部すべて切り落としていくという、持てば持つほど不足という苦しみがありますよね。求めても得られない苦しみ、それは持とうと思うからそういう苦しみが生まれてくるわけで、もともと何もないところで何も求めなかったらそういう苦しみは起こってこない。それが先生おっしゃってる、その持たないということだなということだと思うんですけどもね。まあ、禅の美術の例にとっても確かにそうだなと思うんですが、まあ、日本の美学にもつながるのかもしれませんけど、まあ、生きっていう考え方ともありますし、あとその枯山水にそれを見ますね。中国の庭園には水があるんですよ。でもそれが日本に来た時には水がなくなるんですよ。枯れ山水で水をね、砂っていうかあれに砂利に変えて、波紋を描くじゃないですか、ね、それはやっぱり禅のというか、まあ、日本の美学にも伝わるこうなくしてなくしてなくして最低限のところで、まあ、に美しさを感じる、まあ、ミニマムな美ですよね。そういうことと禅のですね、こう、まあ、美学って言っていいんですかね、禅の美術ですねにはものすごく通用するものがあると私はいつも思って、何かこう迷ったりとか模索してる時っていうのはそういうところに戻ります、禅の庭もまさにその通りだと思いますね。やっぱりそういうことで今まで水があったところをなくして知らせない波紋を描いてということで、今坂東部長が申しましたよね。そういうことでできるだけ無駄なものは削ぎ落とすというのが禅の基本でございますので、それからさっきちょっと言ってましたように、まあ、人間のものを中のも追い求めたらキリがないということで、ちょっと少しおっしゃってられましたけどね、まあ、グフトックであり五運浄句とも言うんです。五運浄満ち溢れててもなんとなく虚しい気持ちというのはね、これはもう今から2600年前にお釈迦さんがおっしゃったということで、四苦八苦のね、まあ一番大事な部分でもあるんですけど、五分浄苦ということで、まあいつまでも再現がないということですね。ね、その辺ね、禅と言いましたけど、まあ、ね、先生、あれ、総長おっしゃられましたように、まあ、無駄なものを削ぎ落とすということで、そういう世界そのものでございますので、ぜひまた、そういう体験、実践をする宗教というのが禅でございますので、なかなかそういうことで、知恵って2つあるんですよね。知恵っていうのは恵まれる中の一つ、経知恵とあるんですけども、まあ、般若の知恵の方が普通の使う知恵じゃない方なんです。誰でも生まれ持って仏さんの心を持っているというのがね、禅の教えなんです。ですから、それに目覚めるために、我が方、家人でおいても座禅会というのをやっております。なかなかね、1回、2回座ったところで、それはなかなか仏さんの本来人間を持って生まれた、純粋な心には到達はできないんですけれども、まあ、近づくことはできるということと、まあ、先ほど申しましたありました欲望、合衆をできるだけ捨てるということはね、日々これはできることですので、そういうことに近づく意味でも禅のお寺に足を運んでいただくことが大事かと思います。あと
あの質問があるんですが、臨済ですよね。臨済は禅問答を中心に聞いていたんですが、で僧道宗の方、僧道の方が、まあ、座禅ということがよく本に書いてあるんですけれども、私がちょっと非常に何ですかね、まあ、疑問に思っていたのは、禅問答が作られた時期っていうのはすごく古いですよね。で最近ってそういう禅問答作られてるんですか。極めて素朴な質問なんですけれども、まあ非常に摂取の温情とかね、古いひょうたんなまずもそうなんですけれども、あなるほどなと思うこととか、年間未生とかですね、まあ納得するのはすごくあるんですが、それはこう最近の方はまた新しく作られてるのかなという修行道場の試験によってはね、新たに作ってる人もいます。まあ、ほとんどがその中国の東大の話をまとめた本がありますんで、まあ、それに従ってるんですけども、まあ、白隠が一部修正してね、石州の温情とかああいうのはまた作ったりもしておりますけども、最近でもちらっと聞いた東山の聞いたもあるような、ね、話も、それはもう最近できた話なんで、あ、うん、まあ、そんな問答をされてるのをちらっと聞いたことないことはないですけど、その人その人に合わせて、そういう問答集を作るという、そういうことは多々あることです。まあ、それは通常お坊さんが作られるんですか。そうです。その師家と言われる、はいはい、いわゆる大学で言ったら先生にあたる方が修行僧を見ながら、まあ、とりあえず決められたものがありますので、はいはい、それをもう一応クリアした人、はい、その人に対してやられることもあるし、例えば在家の人がお見えになったらそれなりのものも、うん、用意されてるおしけさんもありますね、はい、あ、なるほど、まあ、大学でも私は学生たちによく問いを作りなさいというんですね。で、研究者たるもの問いをうまく作れなかったら研究はできないんです。で、その要するに答えられない問いっていっぱいあるわけですよね。で、まあ、問いというのはなぜから始まる、あるいはどうして、まあどのようにしてみたいな、いろんな問いはあるんですね。ですが、それに対する答えというのをどういう形で作るかというのがまさに研究という分野になります。これ自然科学の世界では証拠を持ってこないといけないんですね。あるいはその答えが誰がやっても同じ答えに引き付かなくちゃならない、それが自然科学の世界の鉄則なんです。でところが自然科学というのは実はその、まあ、人間の思想あるいはその考え方からすれば本当に一部に過ぎないわけで、人間が立てる問いにはまあ一様な答えが得られないものがたくさんあります。例えばなぜ時交通事故に遭ってしまったんだろうというのは、その科学的に答えだと思えばある答えを用意することはできます。例えばまあ、自分がその信号の不注意で見ていなかったかとか、あるいは相手が自分を見ていなかったかとか、いろんなことがあり得るわけですが、なぜ私はあの時あそこの場所にいたのかということに、そういう問いを立てると、これは答えられない、自分でも答えられないということになります。ですから実は人間のその生きている、いて出会ういろんな現象には、自然科学で立てた問いによって答えられるものと答えられないものがある。で、私はその人間が持っている不安というのは、そのむしろ自然科学では答えられない不安というものに根ざしているような気がするんですね。でなぜかというと、その人間がこう常に自分が選んだ他者仲間とだけ生きているわけではなくて、その
他の人たちが不意に自分の生活圏に入ってきて、で自分が予想しているものとは違うことを始める。それについて自分はどうやって応答したらいいのかということを、その後から説明するしかないからなんです、ね、つまり自分が経験によってこういうことに対してはこういうふうに応答するべきだというふうに常に確信して行動できるわけではないからなんです、ね、だからその場でやってしまったことを後で解釈して、あの時はとてもいいことをしたなと思える場合もあるし、あの時もしこうしていればこういうふうになったのになって思って後悔する場合もあるわけですね。そういうことがきちんとどんな行いのいい人間でもきちんと自分の予測通りに進むことができないから、人間というのは不確かさに囲まれていると思うんですね。で結局物語っていうのは後付けで、結局過去を振り返って、あの時自分がこうしたからこうなって、こうなったからああなったというふうなそのストーリーを自分なりに作るだけなんですね。でいろんなストーリーがありえたし、しかもそのストーリーの作り方によっては同じ行為でも別の解釈の仕方があるんですが、そういったストーリーなしには、つまり自分の行った行為を後から眺めて何らかの立ち付けをしなければ人間と生きられないっていう、動物なんだと思うんですね。でそれに対して自然科学の問いだけでは答えられないであるとすれば、他の答えがどうしても必要になる。でそのためにやっぱり物語化っていうものが必要で、で宗教はそういったものに答えてくれる一つの考え方だと私は思っています。でその時に宗教というのは信じることが第一ですから、そこに自然科学のような具体的な証拠というのはいつもいるわけではない。でもその時にそれを信じるための確信というのは必要なんですね。でその時にやはり人間の五感というものが総動員される。で私が最初に申し上げたように視覚というものが その時にやはり大きな道具となって我々の確信を作る。我々はどういう世界に生きていて、しかもどういうその世界とつながっているんだっていう確信がいる。それはもちろん言葉で解説するわけですが、それを実感できない、つまり言葉で解説し目で見たものを他の五感で納得しないと、やはり人間というのはその精神性というのをうちに取り込むことができないんではないかと思うんですね。だから芸術っていうのはおそらく自然科学という相性よりも精神性と大きな相性があるんじゃないかと思うんです。どうですか？ですね、それは私の専門がアタンドテクノロジーとかアタンドサイエンスなんで、そうなんですけれども、その間にですね、やっぱり精神が入っていると思います。アートとサイエンスとかアートとテクノロジーをつなぐ間に、コンセプトと言ってもいい、哲学って言ってもいいんですよ。コンセプトって言ってもいいし、精神って言ってもいいんですけれども、そこには何らかの計算では出てこない、証明では出てこない、科学技術では出てこないルールはやっぱり人間が作るんですよね。どういう規則でもってこれをつなげるか、ここが一番重要なポイントかと思います。で意外とですね、こういう新しい技術を作った作品というのは技術ばっかり言われるケースがマスコミの報道というのも多いんですけれども、でもそこでいろいろな精神とかいろいろなコンセプトを作り、でそこは結構重要なところで、例えばでもそこにですね、例えばアーティストっていうのは物事の自分が考えた真理っていうものを置くんだと思います。でそれはもうレオナルド・ダ・ヴィンチの頃からやっていたと思います。彼はいろいろな真理をやっぱり知りたくて、で解剖もやったり、科学もやったり、モナリザのような絵を描いたりしたんだと思います。だからそこではもう人間の真、私は宗教というのを、禅というのをですね、宗教というよりは一種の哲学と捉えてます。で実はその私はですね、
子供の頃は、仏教の幼稚園で小学校か高校まではキリスト教の、の学校に行ってたんですけれども、でその後、仏教また禅に触れて、で、最近は神道にも触れましたけれども、だんだん自由になってくるんですよね。もうキリスト教っていうのは、子供の頃から、そういう学校にいましたので、主要五教科のテストにも現れるわけですね。御言葉の意味を書けとかね。でそういうその神様はここにいるんですよ。で神様に対して謝ったりお礼を言ったりということをしなきゃいけなくて、で仏教っていうのはこう心のここにいるんですよ、神様は。で仏だって死んだら仏様になるっていうじゃないですか。でその違いっていうのはものすごく感じまして、非常にこの禅に関してはですね、一種のこう哲学的な要素が強いなと思ってです。でそれでこう非常に馴染みやすいといいますかね、キリスト教みたいにこうすごく強制的ではないところがあるなと思いました。でそれで私も、山際先生が言われたように、その精神性の中で自分が描くものの対象として禅を、ある意味禅を選んでるとも言えるかもしれないですね。非常に系統、禅に系統してるんですけれども、そういう禅が持ってるさまざまなスピリッツだとか哲学というものを少し本当に少しです、少しずつですね、作品の中に入れたい。で作品の中に入れる時にはこう描くではなくて、その最先端の技術で持ってやる。でそうやって歴史の中で作る時っていうのは、これも重要なんですけれども、子どもの頃、美術の時間でやれっていうのは、自己表現ですよね。もう高校、大学ぐらいまで自己表現なんですよ。なぜかというと、もっと世界のことを知らないからだと思うんですよね。でそれで大人になってくると、自分の周りの社会がどうなってるのかとか、例えばもっと世界がどうなってるのかということで、対象を描く、対象を表現するようになると思うんですよね。で、その中で、非常に重要なところはそういう私にとっての重要なところは、その対象物として歴史の中で何が自分は何を描くのかということで、通常だと美学美術史を見るんですけれども、で今までの作家も、アーティストもみんな美学美術史の中で、自分はこの辺のことをやる、だからやってこなかったことをやらないと存在価値がないんですよね。でそういう、視点で大きな長い歴史の中でこう表現するということもとても重要なんじゃないかなと思います。ちょっと取り留めなくなりましたけど、はい、すみません、私だけ喋って、禅がどうかは分かりませんけれど、宗教と、芸術と、とりわけ絵のですね、共通性というのは感動なんですね。やっぱり心に訴えかける、だから精神性という話になるんですけれども、例えばキリスト教だとここに倫理が入ってくるんですね。非常に強い倫理観というのが天から与えられる、神様から与えられる。だから西洋は個人主義なってもやっていける、常に神様の上から見ていて、お前がやってることは悪いことだって言ってくれるので、そういう倫理観を共有するので、個人が個人として、個人の自由というものを倫理にそぐわない形で発揮することができる。これが彼の社会です。でも日本、中国、韓国がどうだったか分かりませんけれども、日本というのはそういった個人主義をもとに発達してこなかったと思います。でそれは一神教というものではなくて、もっと初めから自由な許容性の高い文化や社会を作ってきたからなんだと思うんですね。そのために得てして強い倫理観というのを失いがちなんですよ。だから西洋的な個人主義を今取り入れると、簡単に利己主義になっちゃう。つまり個人がその個人の利益を高めよう、あるいは個人の所有物を増やそう、個人の自由度を拡大しようとすると、他人の自由を侵食することになる。そこに抑えようとする倫理観というのはそれほど強く
働いていないから、あの個人がバラバラになり、なおかつ、まあ、言うならば孤独に陥っていくっていう現象を今我々は見てると思います。今まさに我々が変えているのはその人間関係、そして死に対する態度なんですよね。それがまさにあの解決できない問題として、全ての日本人が、まあ日本人だけじゃないと思うんですが、抱えている問題だと思います。その死に向かう気持ちというものをどうにかしてそのきちんと捕まえててくれるのが宗教なんですね。科学はそれを全く捕まえてくれません。せいぜい寿命を延ばすとか、あるいはまあ、臓器を少し改良してですね、まあ、人間の力を増やす程度のもので、死というものをどう迎えるか、そして他の命とのつながりをどう我々が考えるかということに対して何の答えも用意してくれない。それは人間の持っている感知とは違う想像力がそこに必要になる。人間関係もそうなんです。でも人間関係は我々はなんとなく甘く見てるわけですよ。なんとかなるだろうと思ってるんです。でもおそらく死以上に大変なことで、あるいは死というものも通して考えなくてはならないことは、テロリズムがそうですよね。あれは死をとして破壊しようとする行為なわけですから、そういうものを我々は現実にしている。その時に、ね、例えばずっとその精神性に芸術がまあ、加担をしてというか、大きな助けとなってその精神性を支えてくれてきたものでしたらね、その芸術はそういったことに対してどういうこれからまあ、助けとなり得るのっていうことだと思うんですが、まあ、総長と総務長にあえてお聞きしたいのは、その大学よりも文化サロンというものをずっと大きく展開してきていただいて、むしろその精神性をいろんな角度から高めようとしてこられたと思うんですけれども、今後その今我々現代人が抱えているこの2つの大きな不安ですね、他の人間とどうやって生きたらいいのかということと、それから死に対する心構えですね、そういうことに対してまあ、人間のどういう感性に訴えていったらいいのかということなんだと思いますが、もちろんそうです、まあ、参禅というのはその一つの実践的な方法だということは十分承知しておりますが、何かいいお考えがあるとお聞きしたいなと。まあ、言うならば、むしろ私はアカデミズムという、つまり科学をやっている学者たちと、その、まあ、人間の想像力とその精神というものをずっと探求してこられた宗教家の方々と、これからうまく手を結んでいかなければならないと思うんですけども、まあ、その辺で何かサジェスチョン両方からいただければなと思います。一番目の人間関係ですね、これから非常に難しい、それと、まあ、死という問題、大きなテーマを先生、総長が挙げていただきました。まあ、禅の場合はやっぱりですから、他人との境界をなくすといいますかね、やっぱり自分が下位ばっかりに自分を守る、さあ逆に相手を排他的に攻撃するというようなことになりかねないということですので、やはり自分の画質というんですけど、仏教ではそれをできるだけ最後の申し上げ少なくしていくということで、他人と自分との、境目をなくしていくという形の中で、まず家庭から、夫婦から、親と子から、それから地域社会、国という格好でできれば広がっていければということで、禅の根本はそういうことですので、やはりそういう、まあ、なんて言いますかね、エゴイズムといいますかね、そういうのをなくすということしかないと思いますね。それとあと死ということに対して、まあ、禅はあまりね、死に対して、あるいは死のことに対してあまり述べないんですけれども、やはり一日一日の積み上げがやはり一生だというふうに申してますし、その一日を一生懸命、まあ、三昧という言葉がありますけれども、
そういう形で生ききるという、これが禅の基本ですので、まあ、それの積み重ねがその人その人の人生であって、それがまあ振り返ってみたらいい人生であったというふうに言えるかなというふうに思いますので、まあ、死に対しては、まあ、やっぱりこのように生を受けた以上必ず死というのを待っております。当たり前のことなんですけれども、まあ、そこはまあそれと置いといて、やはりあの日々、やはり、まあ、地獄極楽という言葉がありますけれども、やはりあの毎日毎日の生活を極楽の思い、極楽の気分で過ごすということで、やるべきことを必ずその日に済ます、一生懸命三昧になってやる、それの積み重ねが自分のそれぞれの人生になってくると思いますので、まあ、その結果がまあ死というものになってくると思いますので、死とはといういきなりそういう大きな命令を与えられますとちょっとあの困るんですけども、まあ、全的な考え方としてはそういうことだと思います。そうですね、その人間関係、玄関上がってきていただいたら大きなついたてありまして、大いなるかな神やって書いておりました、これここの解散の要塞禅師の公然護国論の一番最初に出てくること、心とは大きなもんだないということなんですけれども、人間いうのは本来の仏さんと同じ美しくて大きな大きな心を持っている、許容力のある心を持っている、しかし普段の生活の中でその心を、せっかくの大きな心を小さく小さくしてこう使ってしまうから、そして他人とぶつかり合う、それから本来ある大きな心を自覚しましょうというのがこの大いなるかな真やということなんですね。まあ真についてもいつまでもしないと困りますよ、しかし、あの形あるものは必ず滅すというのがあの仏教の考え方で、このマイクだってマイクスタンドだってこれいつまであるか分かりません、あの人間のスパンで考えてから100年ぐらいで考えておりますけども、何千年経ったらこんなドラナとか分からないですよね。建物だってこの机だってどうなったか分からない、人間だって生から死へ流れていく、生死の例えを知らんとすればしばらく氷水を持って例え言う詩があるんですけどね、生と死を言うなら氷と水をに例えましょうと、氷が溶けたら水になるし、水が結んだら氷になると、それから人間のもう生と死があって非常にきれいな人生になる、こういうふうに言われてるんですけどね、そのまあ形あるものを滅する、無常というんですけどね、仏教にはその無常感から始まっておりますので、それをこう当たり前だなと思うようになるということが一番、なかなかこれが難しいんですけどもね、まあそれを当たり前だと思えるように、まあ、あのこれから毎月大分日を午前8時から座禅会しておりますので、ぜひお越しいただいたらと思います。それと今、東京の国立博物館、10月18日から、臨済禅師とあの白隠禅師の本気記念で、禅、心を形にいう展覧会があります。もう白隠さんの墨跡がいっぱい並んでおりますけれども、禅の教えを分かりやすくこう絵にされた方が白隠禅師なんでね、まあ、機会あったら東京の方おられたら一遍お立ち寄りいただいたら、なんかちょっとしたヒントがもらえるかも分かりませんので、ぜひお立ち寄りいただいたらと思います。山際先生の質問はいつも聞くと思うんですけど、あのちょっとふと思ったんですけれども、あの私はその、まあ、アーティストという側面と、まあ、京都大学の教授という、まあ、2つの側面があって、まあ、日々、まあ、しゃべったり考えたり描いたりしてるんですけれども、あの一つだけ言えることは、何かこう作品作ると傲慢になると、ね、悪いんですよ。いいものが決してできない、もうそれだけはもう確かですね。いやいや、ふと思ったんですけど、
あの傲慢な、なんかね、横島なことを考えながら作るとダメです。失敗します。まあ、それだけいつもそうだなと思ってて、まあ、両方にある絵、いろいろありますけど、まあ、まあ、今までの作品いろいろ作りましたけれども、そこはですね、いつも一緒です。で、禅でいうところの、私が禅を学んで一番大事なのは平常心だと思ったんですけれども、まあそういうものを、まあ、持ちながら生きていくっていうのは多分大事なことだと思うんですけど、まあ確かにですね、人間関係の中でですね、の方が平常心を保つのは大変で、まあ、作品っていうのはまあ人ではないので、まあ、レスポンスももちろんあるんですけれども、そのきちんとした心で、きちんとした心というか、まあ、素直な心というか、まあ、本当に何て言うんですかね、こう何か横島な心を全く持たない形でやると、それなりの答えが出てくるんですよね。だから、まあ人間関係はなかなか、まあ、そうもいかずですね、いろいろ立場とかもあるので、まあ、苦労するんですけれども、まあそういうふうな平常心というのはやっぱり大事かなと思います。それとですね、大学とその、あ、死に関してはもう私はその辺はすごく楽観的で、まあ、ある日突然訪れるものなんだろうなと思います。でそこに対してはもういつ、まあ、個人的にですけれども、いつ死んでもいいように、まあ禅の心構えじゃないですけど、一日を全うするっていうことは非常に個人的には心がけています。で、まあ、そこに関してはあんまり名残っていうか惜しいことってあんまりないんですけれども、あとその大学とですね、お寺に対する具体的な案っていうのはちょっとお話しさせていただきたいなと思うんですが、実はですね、まあ、総長が、まあ、アートな大学を目指してということでですね、昨年1年ですかね、京大大物とアートの、大学を目指してということで、大体年4回ぐらいやりました。でいろいろなアーティストと、あと京大教授、それから、まあ、もう一人入れて、いろいろやってきたんですけれども、でそのフィールドワークを踏まえてアートサイエンスユニットというですね、まあ、一つのグループを作りまして、そういう活動をしてます。で次の京大大物トークはですね、ちょっとそこにちょっとチラシがありますけれども、10月の17日ですか、午後6時15分から京大の、国際イノベーションセンターの、ホールであるんですけれども、こちらに前列におられます京大の工学部の医療工学部の専門ですね、の富田先生だとかですね、あと、まあ、若い方ではですね、私の教え子なんですが、まあ、経済学部ですけど、うちの研究室でアートをずっとやってた、うちの研究室にいた時間が一番長かった人なんですが、北野高明っていって、皆さん7時からテラサでしくじり先生という番組があるのご存知ですか。結構人気番組で見てる人多いんですけれども、自分がですね、まあ、テレ朝に入ってアシスタントディレクターで入ったんですけど、毎日遅刻とか失敗ばっかり、しくじってばっかりいたらしいんですよね。でこのしくじりを、自分のしくじりをテレビ番組のテーマにして、しくじり先生俺みたいになるっていう番組を作ってやったところ、これがヒットして、まあ30歳でチーフディレクターになったらしいんですが、彼とあともう一人は東映のですね、チャンバラ映画で日本一見ているというですね、高橋さんというですね、制作部長、京都撮影所ですね、東映 の、制作部長の高橋さん、この3人で矛盾をはらんだ創造というのがあるんですけども、まあ、これももしよかったらぜひお越しいただければと思います。10月17日の午後、6時15分から2時間ですね。であとそれからこういうものをですね、まあ、もうそろそろ、京都大学から出てですね、例えばこういう研究さんとか、まあ、そのテーマに合わせて、外で大学の外で、京大大物トークをやっていくのも、まあ、一つ新しいものを見つける
まあ、手段というか形式から入るんですね。まあ、形式から入るんですけれども、何が生まれてくるかというのはちょっとまだ未知数で言えないんですけれども、まあ、新しいものと新しいものがぶつかれば、まあね、何か生まれると思いますので、まあ、そういうことも一つの方法論で、今までとは違う場所で違う形で、まあ、外は雨ですけれども、こういう場所でですね、何かを学んだりみんなと語り合うっていうのは大学の中で生まれなかった思考がですね、生まれると思うんですよ。もっと自由になれる気がします。やっぱり 学内にいるとやっぱり教授を演じないといけないので、あの枠がですね、枠が狭くなるんですね。それを取っ払うっていうことで、先ほどあの一生懸命ある天人さん言われてまして、頭では分かるんですけれども、これを行動で出せばやっぱりなかなか難しいと思うんですよね。だそこが取っ払うことによってですね、他人との境界を作らない、まあ、これもね、禅をに傾倒して、私は禅に惹かれた一つの理由ですけれども、どういう形で他人と線を線をね、他人との境界を作らないというのをやればいいんだろうなということは結構真剣に考えました。まあ、一つの結論としては、作品が、私の場合作品はそうなんですけども、まあ、行動とかコミュニケーションでは、まあ、意図的じゃなくても結果的に本当じゃないことを言うことはありますけれども、作品には不足なんです。まあ、それを通じたコミュニケーションというのが一種の他人との境界を作らないコミュニケーションになっているかなと思います。その点でですね、山際先生はちょっと思ったんですけれども、人間以外のものともコミュニケーションを取られてますよね。そこを多分これ最後の話になるんですけど、まあ、ずっとゴリラ研究していきましたから、まあ、ゴリラの世界に入って人間を眺めるところもやってきたんで、今日冒頭にそういう話をさせていただきました。で、人類の進化、まあ、チンパンジーとの共通祖先から分かれてから700万年今経ってるんですけども、おそらく宗教性っていうのが出てきたのが80万年ぐらいの火を使い始めたからだと思います。火というのは人間に不安の物にはない感性を持たして、しかし人間の芸術性というのはですね、おそらく7万年ぐらい前の原始革命、言葉を話すようになってからです。で、これは7万年前、ちょうど南アフリカの海岸沿いにあるブロンボス洞窟というのがあるんですが、ここに赤色ウォーカーというですね、岩色塗料が出てきたんですよね。で、これによって何をしたか、これいろいろ想像をたくましくできるんですけども、何も固形物が残っている以上、この色を自分の体に塗ったんだ。で、これはすごく大きな転換でした。それまで例えばライオンの食べ物とか孔雀の羽みたいに取り外すことのできない装飾性というのを動物というのは誇っていました。それはディスプレイなんですね。だけど人間はテンポラルに取り外してもできるいろんな装飾品をそれ以上作れるようになったんです。で、ヨーロッパ、4万年ぐらい前に壁画が出てきたり、装飾品がどんどん出てきたんですけども、つまり人間は外部のものを使って自分を飾るようになり、それをまたさらに外部にいろいろ作るようになる。これは芸術の始まりですよね。で、おそらくそれ以前に宗教性、つまり人間の精神というのは変わってるはずです。それは言葉によって飛躍した。何かというと、今、総長がおっしゃられた他人との境界を外すことです。で、それは脅威ですね。他人との境界ばかりじゃなくて、植物にも動物にも、あるいは岩にも川の流れにもなれるっていう、その言葉を持っている大きな力です。で、それによって人間の想像力というのは圧倒的に広がったわけですね。で、それをまさに物として表現できるようになったのが芸術。でもそのことによって人間は自分を失ってしまったわけですよ。ゴリラはそんなに自分を失いませんから、しかも物語に必要ありません。物語ゴリラ作ってません。人間はそれが必要になっちゃったんです。だから自分を逆に失ってしまったわけです。そこは多分人間のゆえんだと思うので、
その根元におそらく宗教とそして芸術の起源というのがあるんだ。これは私の勝手な考えですが思ってます。そういう部分はちょっといろいろと話し合えて私たちがとても今日は勉強になりました。いろいろとこれから土佐さんがおっしゃったようにこういうトークをですねぜひさせていただきながらいろんな我々の持っている知識やそういうのを広げていきたいなと思います。また新しい京都の文化サロンを、作っていきたいと思います。それではそろそろ時間ですか。それではですね時間が参りましたので話が弾んでおりますがこの辺でお開きにさせていただきたいと思います。雨の方がですね強くなっておりますので足元に気をつけてお帰りいただければと思います。本日はどうもありがとうございます。最後にお願いします。